おそらく今回150店舗から160店舗になる予定なんですよ。修理1500万ぐらいです。まあ、と今月は2000万ぐらい。やめる必要性がないし、やめたらもったいないと思うんですよ。この勢いでいくと本当に2、300店舗一緒やなって思うぐらいの最近スピードで。はい、お疲れ様です。これが上がってることにはおそらくね、いろいろな情報が飛び立ってると思うんですけど、一つはね、地上波のテレビ、じっくり聞いたろうっていう番組があって、ドバイ密着スペシャルみたいな感じでやってもらって、撮ってもらったやつがあって、それがオンエアされてると思います。あとは、YouTuber のヒカルさんのね、格闘技イベントが開催されるということで、僕は1日2試合確定してます。で、これも多分発表されてると思うんで、最後にね、ちょっとブレイキングダウンでは1回負けたんで、今年2試合2連勝して、2勝1敗で締めくくりたいなと思って今も練習してきました、ドバイでね。それですね、一人で喋れることは限界あるんですけど、まあ最近ね、すごいね、質問が多いのが、僕フランチャイズ展開してるんですよ。フランチャイズ展開でおそらく今140店舗ぐらい全国で、本社含め、フランチャイズ含め140店舗ぐらいやってるんですよ。で、まあ今月、12月がおそらく20店舗ぐらいオープン控えてるんで、もしかしたら間に合わなかったら年またぐかもしれないですけど、おそらく今回150店舗から160店舗になる予定なんですよ。で、なぜこんなにポン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 、じゃあフランチャイズの問い合わせが来るのかとか、オープンするのかと、できるのかっていうのがすごいね、皆さん、僕のチャンネルは店舗ビジネスやってる方だったりが多いと思うんで、質問来るんですけど、それをちょっとね、今日特別に話していきたいなと思うんですけど、まず、フランチャイズって何かっていうと、まあ、セブンイレブンとか、じゃあローソンとか、まあ、弥生軒とか、ああいう全国にあるチェーン店って、フランチャイズ展開が多いんですよ。要はフランチャイズっていうのは、本社で出さないんですよ。まあ、簡単に説明すると、例えば A さんがいたら、A さんが物件も借りて契約もしてお金も全額出して従業員も集めて A さんが出店する、これがフランチャイズなんですね。で、僕らは本社なんで名前をお貸し、ノウハウをお貸し、仕組みをお貸しするんですね。で、それのフィーとして毎月売上のパーセンテージだったり、利益が出たら利益の何パーセントだったりをもらったりとか、まあ、加盟金、最初に加盟する加盟料ですねをもらったりしてる商売なんですよ。で、うちはまあ本社で、まあもちろん本社の実績が必要なんですよ。本社で赤字なのにフランチャイズやりませんかって、これおかしな話じゃないですか。だから、もちろん本社で流行ってる、黒字だけじゃなくて流行ってることがまず大前提、大切なんですよ。例えばうちのアンダーバーホワイトだったりだとかで言うと、難波店で言うと月だいたい月より1500万ぐらいです。まあ、今月は2000万ぐらい、めちゃめちゃありがたいことで流行ってるんで、席も増やしたんで、おそらく2000万円は売るかなって。じゃあ2000万円も売る美容室ってどうやって作るんだっていうことが皆さん気になるじゃないですか。で、うちってやっぱ顧客がめちゃめちゃ多いんですよ。全国に展開してるんで、1日にまず何千人っていうお客さんがまず来てくれるんで、まあ認知度もそれなりに知られてると。まあメディアとかね、それこそテレビとか、いろんなスポンサーさせてもらったりだとかして、まあホワイトっていうブランドをね、結構広めていってるんで、まあ知ってくれてる方だったりとか、まあ僕の店って知らずに来てくれてたり、僕行ってますよとか言ってくださる方とかも増えてきてるんで、まあそういった面では、うちに加盟するっていう方も多いと思うんですけど、まずでもね、これね、どうやってじゃあ増やしてるのっていう質問が来るんですけど、もうこれも一つで、僕のね、オンラインサロン、やってるオンラインサロン、企業サロンもそうなんですけど、もうこれ勝たせることです。マジで勝たせることです。僕、例えばオンラインサロン、企業サロンで言うと、月額3万円いただいてるんですね。でも結局、じゃあ月額3万円で1年間続けてくださったとして、36万円なんですよ。じゃあ36万円に対しての、これって経営者だったら分かると思うんですけど、これから経営者になりたい人はもちろん分かっとかないといけないんです。これ計算しないといけないんですよ。じゃあ36万円っていう、これ投資ですよね。36万円っていう投資に対して、いくら返ってきたか、いくらの人脈、仕事につながる人脈が返ってきたか、どういうこの意味があったかっていうのを見るわけですよ。そこで、まあこれはコスパがいいなと思うんだったらもちろん続くし、コスパが悪いなと思ったらやめると思うんです。まあもちろん1ヶ月2ヶ月じゃ判断できないです。まあ1年間ぐらい見て、それを判断するわけですよ。だから、うちで言うと、やっぱりもう200人ぐらいのメンバーさんが、もう4年間続いてるメンバーさんなんですよ。もう4年前にやったんで、約4年前ね。4年間続いてる方ばっかりなんですよ。辞めないんですよ。じゃあなぜ辞めないかっていうと、もうトータルしてそれ以上に儲かってたりとか、それ以上の人脈が取れたり、それ以上の仕事につながってるんで、辞める必要性がないし、辞めたらもったいないと思うんですよ。僕最近、こう、僕のオンラインサロンってまあオフラインサロンみたいなもんで、すごい距離が近くて、直接 LINE もやり取りして、ビジネスの相談乗ったりとかもして、直接会ったりとかもして、めちゃくちゃ距離が近いんですけど、最近海外にいることが多いんで、先週もシンガポール行ってたりとか、今もまたドバイに帰ってきたりだとかして、すごい、こう、海外にいることが多いんで、まあ海外にもオンラインサロンメンバー、毎月何人かは絶対来てくれるんですけど、なかなかそう過ごす時間がないんですよ、一緒に過ごす時間が。でも関わらず、やっぱりこう離脱しない、辞めないっていうのは、はっきり言って、やっぱり儲かってるからなんですよ。
ここに所属することで仕事振ってもらえたりだとか、ここに所属することでなんかそこのオープンしたお店に来てもらえたりだったとか、じゃあ例えば花の一つもらえたりだとか、なんかいろんなこういう循環があるんですね。だからこそやめないですよ。だからこそ僕オンラインサロンなんて一つも一回も広告打ったことないですけど、やっぱり今もこう入会がこう僕が日本いないのにも関わらず入会が来るのはやっぱこれ紹介性が一番多いんですよ。だって例えば自分がここに入って得したなら大切な人誘うじゃないですか。まあ、うちだと親とか兄弟とか、まあ、友達だとか同僚だったりとか誘ってこう入会してくださるんですけど、それってやっぱり買ってるからね、だと思うんですよ。これがじゃあ3万以上儲かってなかったり、まあ、3年間ね36万以上儲かってなかったりだとか、何の勉強にもならんわと思われたらもちろん辞めるわけです。これいつ辞めてもいいうちの規約なんで、基本的に3万円のコースは今月入って来月に違うなと思ったら辞めれるんで。でも残ってくださってるってことはそういうことだと思うんですよ、僕はね。得してるから残ってる、まあ、切れ事なしに僕のことが好きだけで残らないと思うんですよ。やっぱり好きっていうのも大事だし、辻さん応援したいっていう気持ちもすごいありがたいですけど、それだけじゃやっぱりね続かないのが現実なんで、やっぱり現実を買ってもらわないと続かないっていうのは僕も自負してるんで、それをまあ4年間積み重ねてきた結果が今かなって正直これに関しては思います。でフランチャイズの方もこれ一緒で、うちで一番多いのは紹介性が一番多かったりだとか、同じオーナーさんが何件もやってくださるんですよ。今日だと広島のオーナーさんが今年オープンしたんだけど、2店舗目早速オープンしてくれたんですよ。で一番多いオーナーさんで10店舗以上経営してくださってるんですよ、うちのフランチャイズを。めちゃくちゃありがたいことなんですよ。これって不特定多数でグワってこう広告とか回してフランチャイズ集めてやってもらうっていうのももちろん一つの手やと思いますけど、やっぱり同じオーナーさんが、一人のオーナーさんがフランチャイズをやってみて、お利益上がるわ、やっぱこの仕組みすげえ上がった、じゃあまたホワイトの名前使いたいなって言ってこれを十何店舗やってくる、こんだけ幸せなこと僕らないんですよ。だからこそじゃあそのオーナーさんがまた誰かを紹介してくれたりするんですよ。だからうちって基本的に紹介制で回ってるんですね。だからこうフランチャイズってなんでそんな展開できるんですかとか、なんでこんな全国展開できるんですかって聞かれてますけど、やっぱりうちはフランチャイズオーナーさんがしっかりと利益を出して儲けてくださってる、これがやっぱり一番多いです。だからこそ僕らもこうフランチャイズオーナーさんを選定してます。うちのね名前を使っていただくのはすごいありがたいんですが、それでやっぱりその経営者がまだ未熟で実力がないのにフランチャイズをやってもらって失敗したのはやっぱり名前を汚れますし、やっぱりこううちの失敗になるんで、それはやっぱり僕も嫌ですし、そのフランチャイズオーナーさんも嫌だと思うんで、そういうちょっとまだかなって思うオーナーさんに関してはもうちょっとこう勉強したりだとか、うちのオンラインサロンに入ってじゃあ一回ちょっと勉強してくださいとか、うちのニコニコ動画を見てちょっと勉強してくださいっていう形で勉強をしてもらってからこうオープンしてもらうっていう流れに、今はしてます。こう質問すごい最近めちゃめちゃ多かったんで、でまあ正直今でも毎日問い合わせ来てるんですよ。昨日も2件フランチャイズの入金がありました。で今日も1件またありました。で明日もまたズームでこうミーティングが入ってます。なんで本当にありがたいことにこう毎日ねフランチャイズの問い合わせが来てて、本当にまあこの勢いでいくと、まあいつまでもこの勢いでいくかわからないですけど、この勢いでいくと本当に 2,300 店舗一緒やなって思うぐらいの最近スピードでこう店舗が増えていってるんで、まあすごいありがたいなと思うのと、まあ数が増えればやっぱクオリティが下がるってよく言われるんで、まあ数を増やしつつこのクオリティも必ず崩さないように今本部のスタッフを増やしたりだとか、本部の研修時間を伸ばしたりだとか、まあ、本部のこの協力体制をもっとこう増やしたりしてるんですよ。僕もね、あの海外からこういつでも協力できる、僕も24時間全然連絡取れるタイプなんで、あのまあもちろん寝てる時とかシャワー浴びてる時は返せないんですけど、基本的に起きてる時はそれ以外は全部返せるんで、すぐにこう打ち返してやってるんですけど、だからそういった風にやっぱりこうね買ってもらうっていうのがやっぱ一番だと思うんですよ。まあ何でもそうだと思うんですよ。飲食店とかでもやっぱり一番って、もちろん最初の新規集客っていうのは広告を売ってまず知ってもらう、認知してもらってそこに来てもらうっていうのはもちろんこれは大切なことだと思うんですけど、でそっからやっぱりリピートにつながったりだとか違うお客さんが来てくれることは、これはやっぱりもう紹介性だとかと思うんですよ。あここ食べて美味しかった、コスパも良かった、これ大切な人にここ行ってみて広げようって、これ口コミってめちゃくちゃ大事なんですよ。例えば美容師でもそうですね。うわここのカットカラーめちゃくちゃうまかった、しかも安い、これ私のお姉ちゃんも来てもらったら絶対喜ぶとか、弟来てもらったら喜ぶ、お母さん来てもらったら喜ぶ、友達来てもらったら喜ぶっていうので広がっていくんですよ。だからこの口コミっていうのはめちゃくちゃ大事なんですよ。で僕らなんて表に出てこうやってるんで、その口コミっていうのはすごいすぐにね、例えば美容室でも悪かったらすぐ回っちゃうし、利益フランチャイズで利益上がってなかったらすぐ回っちゃうんですよ。もうそれはもう発言は自由なんで、あの事実はね言われても仕方ないと思うんですけど、だからこそこう気をつけないといけないっていう部分もね、買ってもらわないといけないっていうので僕らも必死にやってるんですよね。だからまあこう今日の質問に関してはこうフランチャイズ展開ってどうするんですかって、こうどうやってそうやって店舗パンパン出してるんですかって、通算で広告そんな出してないですよね、まあ、見る人が見たら分かると思うんで、僕広告本当に出してないんで、なんでそんなオンラインサロン増えるんですかって聞かれるんですけど、やっぱり一番はもう本当に美容室だったり飲食店だったりとしていいものを提供する、いいものを提供して、なおかつやっぱうちは起業させたりだとか、起業してもらったりだとか、起業して位置を自由にしてもらったりだとか、こう勝つ、儲ける、もう分かりやすく言うとお金儲けをしてもらう、
儲けてもらわないと僕らって広がっていかないんですよ。結果が全てなんで、もう本当に儲けてもらうしかないんですよ。だからもう勝たせる、勝ってもらうっていうのを、もうこれをもう一番としてやってます。で、あとは、まあ、うちのフランチャイズ、全部のフランチャイズそうなんですけど、うちって利益が出ないとフランチャイズのロイヤリティゼロなんですよ。ゼロなんです。なぜかというと、まあ、大概よそのフランチャイズってこう売上のパーセンテージなんですよね。じゃあ例えば500万円の売上が上がったとしたら、 5% だと25万円払うわけじゃないですか。でも500万でも利益が10万しか出てなかったら、25万円払ったら15万円の赤字になるわけじゃないですか。でもそれってなんか違うじゃないですか。だから僕らは確実にフランチャイズ料金を払ってでも利益が残らないとフランチャイズ料金をもらわないようにしてるんですよ。でそういったのも、まあ、口コミで回ってすごいあそこ新車でとか、コロナ禍で例えば1年間フランチャイズ料ゼロにしたりねっていうのをしてきたんで、やっぱその信用が溜まってなんかやってきたことが今になってこう花が開いて、僕もコロナ禍苦しかったですけど、こうそこをグッとねこらえて、みんなも苦しいからずっとフランチャイズ料金をゼロにしたことによって、今そういう噂が回って今増えてるっていうね、この損して得を取れじゃないんですけど、そういうやっぱ生き方をしてきたからこそ今こうやって増えてる要因だなって自分でもね思います。だから皆さんもこれビジネスだけじゃなくてね、やっぱりこう損して得を取れっていう言葉があるぐらい、損すれば得をできることもあると思うんで、皆さんもこうね、自分の得だけをこうすぐに噛みつくんじゃ、目の前のパンをね噛みつくんじゃなくて、やっぱりグッと我慢しないといけない時もこれ生きてたらあるんで、そこを意識してやるとやっぱりビジネスも広がりやすくなると思いますし、もちろん行く時は行かないといけないんですけど、ここのバランスってすごい難しいんですけど、やっぱりそういうの頭の片隅にね置いて経営していくとか生きていくだけで、人からの愛されるとかもね変わってくると思うんで、皆さんもぜひこれを参考にしてやっていただければ、1を10にする、10を20にする動きがね早まるのかなと思います。以上です。ありがとうございました。